猫背の趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらの商品です。ちゃんと、ね、はい、出ました。プレミアムバンダイ、はい、ドラゴンボールスーパー HG 映画ドラゴンボールスーパーからエネミーセットです。はい、来ましたね。今日届きました。はい、HG ですね。はい、早速、箱を見ていきましょう。こちらドン。はい、いいね。フリーザブロリーパラガスでブロリーフルパワー、はい、このセットになりますね。はい、ハイグレードリアルフィギュア、はい、で裏面がこうですね。はい、こういう感じで、で、フルパワーだけね、台座がついて発光機能がついています。まあこういう感じで組み立てていくっていう感じですね。はい、ではね、早速、ブリスターの状態からね、見ていきたいと思います。はい、ブリスターの状態まで持ってきました。こういう感じですね。まずでっかい、台座、はい、多分これがフルパワーブロリーの発光台座かな、うん、でフリーザにパラガスブロリーでフルパワーのブロリー、こんな感じで入ってますね。まあね、一応この HG シリーズはね、まず個体差が激しいっていうね、色塗りのね、いやそこだけがちょっと気がかりなんだよな。ちゃんと塗られてるかどうかっていうのがすごい怖い、うん、まあ早速ね、一体一体見ていきましょう。はい、はい、組み立て終わりました。ではね、1体ずつ見ていきたいと思います。まずね、1体目はフリーザ、行ってみましょう。こちら、どうです。もうね、あの1体目から怪しい雰囲気満点ですね。うん、なんか口がね、なんか違うんだよな、見本と。なんか見本だとこういう感じなんですよね。でも実際はこうです。なんか交互にピントが合ってるんでちょうどいいかなと思うんですけど、なんか口角がねちょっと尖ってないんだよね。うん、なんかね、口角が丸み帯びちゃって、なんか変な笑い方になってるんだよね。これはハズレだね。やっぱこれ個体差かな。どうなんだろう。でまあね、ちょっと足も浮いてるしね。台座に穴あるんですけど、穴に合わせたら片足浮いてますね。HG クオリティだけどな。まあ台座がね、さすがにプレ版限定というだけあってでかいです。台座が、台座だけ、普通の HG と違いますね。はい、続いてパラガス行ってみましょう。はい、ダン。はい、いやパラガスはね、何気にいいですよこれ。何気に似てる。いや、いい感じですよ、パラガスは。これは見本と大差ないですね。パラガス自体がね、このパラガス自体が想像立体化されていませんからね。これはいいですね。パラガスは当たり、うん、はい、はい、続いては通常ブロリーですね。はい、行ってみましょう。こちら、はい、なんか幼さが残るね。なんか幼い感じがもう
完璧に顔だよな。口がね、やっぱね、分かりづらいね。ちょっとムスッとしてる顔はしてるんだけど、あの口がね、もう肌色とね、一体化しちゃってね、立体感がそうそうないから、違うよな。角度によってはありかもしれないけど、見本とね比べてみると、見本はこうなんですよね。やっぱ見本はいいように見えちゃうよな。なんかね、鋭さがない、顔、こう目つきにね、鋭さがないですね。しかも何気に戦闘服にこれ、最初これダメージが入ってるしね。これも個体差かな。ブロリーも外れですね。ではね、一番の多分これのね、目玉であろう、フルパワーブロリー見ていきましょう。はい、じゃ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 ん。これめっちゃ重いんですよ。何気にめっちゃ重い、これ。これね、エフェクトの、このでけえエフェクトがすげえ重いんだよね。これはね、すごいね、緑がグラデーションになってて、もう肌色からこうね、グリーンになっていって、で、これクリアパーツですね、で、ここは、パンツはもうメタリック、メタリック塗装で、髪の毛もクリアで、エフェクトはね、もうパーツが分割されてるんでね、4パーツ構成ですね。こういう感じでね、後ろも、はい、で顔もね、これはいいですよ、いやこれはね、外れじゃなくて当たりの部類だと思いますね。いやこれで顔ひどかったらどうしようかと思ったけどね、これは当たり。で、一応ライトアップ機能があって、ここがオンオフで、まあ底面がね、電池蓋になってますね。電池は入ってませんでしたので、単4電池3本、こちらをね、用意して入れました。ではね、スイッチ入れましょう。オン、はい、そうするとね、底の方だけが明かりが点灯する感じですね、だから明るいところで見てもなんてことはないんですよね、なんてことはないんで、ちょっとね、暗くしてね、ちょっと、見てみようかなと思います。はい、ではね、早速暗い状態で明かりをつけていきたいと思います。スイッチオン。うわ、すげえ。いやー、暗いところだとね、明るさが際立つね、これね。まあちょっとね、キャラがシルエット状態になっちゃうのがもったいないんですけど、でも綺麗だね、すげえ綺麗、めっちゃ明るいね、こう見るとね。うわー、すごいわ。素晴らしい。はい、はい、ということでね、計4体ですね、はい、ドラゴンボールスーパー、劇場版ブロリーからね、
NME セット、こちらの4体をね、今回ご紹介させていただきました。個人的な感想になっちゃうけれども、個人的な感想と、あとまあ個体差とかにもよるけど、フリーザとブロリーは外れでしたね。パラガスは何気に、本当よくできてる。であとはね、このフルパワーのねブロリーは、これは安定の敵ですね。これがほとんどの、値段を占めてるんじゃないですかね。まあ、つってもこれ各1体1,000円1,000円1,000円で、残りのこれがこれって感じですね。いやでもね、まあ満足っちゃ満足ですよね。一応ね HG コレクターとしては、まあまあまあ満足じゃないですかね。ということで、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。もしよければね、コメントいただければ、ご返信させていただきます。またね、チャンネル登録してない方はチャンネル登録、あとねいいねボタンぜひ押してください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。